いや、皆さん元気されてますか？ということで、うさぎでございます。今回も動画撮っていこうかなというふうに思いますが、今回はですね、日本保守党百田さんがですね、東京中国補選に関しての初陣指名の候補者擁立の名言ということで、やばいことに気づいたんですよ。ね。で、そのことについて言及していこうかなっていうふうに思ったんですよね。何がやばいかって言ったらですね、まあ、江東区って結構いいんじゃねと。まあ、前の動画でもね、ずっと、いや、江東区えんじゃねみたいなずっと話してたんですけど、ちょっとそれが確信に変わるようなね、内容とかっていうのがね、もろもろちょっと僕の中の予想っていうのをですね、皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いまして、動画撮ってる次第でございます。ということで、記事についてはね、ちょっと読んでいきましょうか。日刊スポーツの記事でございます。日本保守党代表百田尚樹氏、東京15区、衆議院補選初陣の指名ということでね、言ってるんですが、ここですね、作家で、日本保守党代表を務める百田尚樹氏が3日、新たに YouTube を発信し、4月の28日投開票日の東京15区江東区衆議院補欠選挙の関係ですね、候補者を立てることを明言。昨年の9月にできた同党にとっては初の国政選挙になる可能性が高く、誰か立てますということで、初陣になりますと現在、複数の候補者と面談を進めていることも明かしたということで言ってるんですね。で、ここで一番重要なのは、ここなんですよ。複数の候補者と面談を進めることも明かしたってことは、これもう、誰か立てるっていうことはもう決定してるし、もっと言うと、もう候補者になる人っていうのは、もう、手を挙げてる人がいて、で、その人を、江東区の関係で、推薦すると。日本保守党公認で、立候補させるという感じなんですよね。ということはもう決まってるんですよね。だから何が言いたいかって言ったら、現在進行形で、今2月の10日でございますが、その2月の10日の段階で、この人を立てますっていうのではなく、今もう面談をしてる最中で、決まり次第発表するみたいな感じだと思うんですね。で、僕が、今回の話で言うんだったら、多分4月の28日の投開票の、東京15区の関係ですから、多分3月の頭もしくは2月の後半の段階で、複数の候補者の面談を進めてるって言ってるので、何名かが出てくるのか、もしくは一人に絞ってやるのか、っていうのが出てきてるのかな、というふうに思います。っていうことは、もう人間は存在してるってことなんですよね。で、百田さんと有本さんが見てて、この人はいけるだろうと。この人だったら、なんていうのかな。その日本保守党の中でも、なんていうか、反発が起きずに、大丈夫だろうと言われる人を、多分ここの段階で立候補させるっていうふうに思ったんですよ。僕はまだ全然決まってなくて、緊急で全部決まって、もろもろ全部やったんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、過去の記事っていうのをですね、あさりにあさったらですね、日本保守党って、候補者募集したんですよね。で、候補者募集の関係で、ほとんどの、なんていうのかな、候補者っていうところに関しては、全然言及してないんですよ。これニュース朝8時でも、候補者募集の関係の人数が、立候補者何人出しますとか、どんな人出しますとか、誰出しますとかって言ってないんですよ、これ。これ皆さんもしかしたら、ビッグネームが来る可能性があるっていう話を僕はここの段階で言ってるんですよ。少なからず今回の江東区のね、選挙に関しては、上級の有名人と呼ばれている、元政治家だったりとか著名人の人以外、もしくは中流の階級の人たちですよね。中級の階級の、でも中流の階級ってよくないよね。中級レベルの有名人を起用する可能性が出てきたなっていうふうに思ったんですよ。多少なりとも YouTuber とかね。そういった、なんていうのかな。政治家の中でも影響力、政治家になって影響力も持っている、求心力も持っている、で、まともなことが考えられる、普通の人っていうのを立てる可能性があるなっていうふうに思ったんですよね。今回の関係で。で、複数人候補者を面談進めていることも明かしてるってことは、少なからずそういった、江東区の関係、東京15区っていうのが、勝てるだろうなっていうところの人間を立てようとしてるように見えたんですよね。いや、そりゃそうですよね。だって有本さんって相当軍師であるっていうか、戦術家ですから、正直な話、僕なんていうのかな。厳選日本との特別優等関係をもう結ぼうとした段階で、なんていうのかな、有本さん自身が相当のやり手であるっていうのはもう明確にわかってますし、で、もっと言うと、他のね、政治団体の中でも、その地域政党と組んで、そして、人口密度が100万人のね、名古屋市を抑えに行くっていうのは、どの政治団体でもやってないんです。国政政党やってないんですね。自民党愛知県連ですら、名古屋を抑えることはできなかったんですよ。
河村市長を抑えることはできなかったわけですよね。ということは、実質名古屋市っていうのは河村市長を応援している市民がごった返しているっていうことなんですよね。だって何戦してるんですかと話なんですけど、まあそういったところに目をつけ、プラスアルファ、まあ河村隆さんとも前からね、ずっとなんていうのかな、こう親交を深めていって、なんていうのかな、こう日本保守党とすいません、日本保守党というね、あの政治団体を立ち上げて国政政党としてね、あの自分たちは返り咲くんだと、あの花びら散らしながらですね、前に進んでいくんだということをね、あの宣言して、きちんとそういった地域政党だったりとか政治力とか自分たちに足りてないものっていうのを自覚できる才能っていうのはですね、やっぱね、あのほとんどの人たちはね嫌なんですよ。有本さんの凄さっていうのは何かって言ったらですね、自分に足りてないこととか自分にできないことっていうのをきちんと認識して、それを補完するために動くっていうことをね、彼女はよくできるんですね。だから優秀な軍師であり優秀な戦術家だと僕はずっと言ってるんですよね。自分に足りてないこと、自分にできないことっていうのを他の人たちや、あのなんていうかな、調べたりとかっていうのをきちんとするからこそできると。それでも足りなくてミスを起こしてしまうことはあるかもしれないけど、彼女の過去何年間の活動の中でそのミスする回数何回だったんよって話なんですよ。あのその程度のことで、あの今の過去のね、あの大手メディアだったりとかですね、特に TBS だったりとかフジテレビだったりとかですね、中日新聞とかね、なんていうかな、朝日新聞がどれだけの嘘をね言ってって、国民にどれだけのね影響力を発信して、どれだけの影響力を持って国民を騙してきたかっていうことなんですよね。だから僕はあの有本さんがすごいって言ってるのはそこなんですね。で、多分彼女のことだから、今回の複数の候補者の中でも、まあ少なからず市議会議員を当選してるとか、ね、県議会議員務めてましたとか、そのレベルの人たちはまあ絶対出てくるだろうと思ってますし、もっと言うと今回の複数の候補者の中にビッグネームの人間が多少なりとも出てくる可能性はあるというふうに僕は踏んでます。そのレベルだと僕は思ってます。今回の江東区多分抑えに行ってんじゃないかなっていうね、まあそういうふうに思ってます。で、東京中国はですね、江東区長選の関係で買収容疑によりですね、逮捕起訴された柿沢さんの関係で、まあ、議員辞職してますよと。で、百田さんは我々はね、議員の家業がやめようと、世襲やめようと。で、まあ、旗印やってますよと。並々ならぬ、その、決意を示してると。で、今回の、まあ、選挙準備のためにですね、道都は江東区支部も立ち上げてっていうことで、まあ、多分もう、なんていうかな、江東区を日本保守党の、なんていうのかな、いわばその、日本保守の場所にしようとしてるっていう感じは、ちょっと見て取れるんですよね。で、今回、柿沢さんだったりとかっていうので、まあ、自民党がですね、まあ、信用失墜してるわけですよね。で、信用が失墜している状況下で、まともなことを言っている、まっさらなね、ミスも犯してないような日本保守党が、江東区のところにバーンとね、戦いを挑んでやって、まあ、その自民党をガンガンガンね、まあ、やじるとか、まあ、立憲民主党はですね、おかしいことをもう言ったりとか、今ね、最近になって、なんか自民党のね、なんていうのかな、裏金問題の関係ですか？で、そういうこと言ってたりとかするんだけれども、これもね、僕言いたいこと一つあるんですよ。これ何かっつったらね、結局市民オンブズマンが、オンブズマンである大学の教授がですよ、自民党の裏金問題に気づいて、それを言及して、これ脱税じゃないだろうか、どうなんだろうかっていうことを言ってるわけですよね。で、国会議員が、今一番にね、自民党のこのやってたこととか、野党連中がこれに気づいてやればよかったのにも関わらず、そのことについて言及してないわけですよ。何が言いたいかって言ったら、国会議員である野党、ね、そういう人間たちが今一番にね、そういうことについて言及しなきゃいけないので、そのことに気づかず、国民がそのことについて気づいて、それを寄ってたかって、たかるハエのようなウジのような奴らばっかりしか野党連中はいないってことなんですよ、僕が言いたいの。だから気づいてるんだったら、その人たちも早く気づいて、自民党を追及してるはずでしょっていう話なんですよ。何が言いたいかわかります？だから立憲民主党ダメなんですよ、僕からしてみたら。お前たちが今一番に気づいて国民のために仕事してるんだったらまだわかりますけど、あなたたちがやってることっていうのは仕事にし、国会議員の仕事してないでしょっていう話なんですよ。で、そういうことに気づかないけど、国会質疑をするよっていうことを前提にやってる人たちもいます。それは浜田議員とかそうじゃないですか。でも浜田議員は、もう本当に触れちゃいけんことに関して触れたりとかしてるから、彼は僕は国会議員として存続すべきだと思うし、もっと言うと衆議院議員になってほしいなっていう風に言ってるんですね。ね、NHK 党の浜田さんですね。浜田聡さんですね。
で、まあ本当に重要なことばっかりなんですけれども、今の立憲民主党とかね、こぞってこうなんか今の裏金化問題について言及してたりとかね、言ってますけれども、そもそもお前たち気づいてないからね。うん。お前たちが今一番に気づかなきゃいけないんだよと。法律だったりとか、自民党が、まあ、今暴走してるわけですよ。行政府の仕事ができてないわけよ。で、その行政府の仕事ができてないのに、野党連中側がそれについて言及していかなきゃいけないのにもかかわらず、ね、自分たちが今一番に気づかなきゃ、ね、自民党がやってる不正どんなことあるだろうかとかね、なんか暴走してないだろうかとかって、それ野党が監視する立場の人間でしょと。なんで LGBT 理解増進法お前さ、これね、なんか賛成したんですかと。ね、もう本当にね、もう頭痛いですよ。今の野党連中の人たちがね、言ってることと。だから自民党もダメだし、立憲民主党もダメなんです、正直な話。ただ、今、現在進行形で自民党がですね、もう暴走してるから、まあ、もう自民党以外に入れるんだったら、国民民主党だったりとか、日本維新の会だったりとか、そういうところに入れるしかないよね、みたいな感じになっちゃってると。ただ、今回の関係でですね、2025年だったりとか、衆議院解散の時に、日本のね、日本保守党が、なんていうのかな、ある程度力をつけてですね、今回の国政選挙っていうところにですね、まあ、立候補して、候補者立ててくれるんだったらですね、やっぱ日本保守と入れた方がいいというふうに思ってしまうんですよ。ね。で、今のその日本維新の会だったりとかね、問題起こしまくってるじゃないですか。万博の関係で。まあ、そのことについてもね、本当に言いたいこといっぱいあるんですけど、まあ、今回ね、言っても仕方ないなと思うんですが、ただ、まあ、日本保守とね、今回の江東区の関係多分抑えに行こうとしてるんだろうな、というふうに思います。で、百田さんに関しても手術がね、成功してるっていうことなので、まあ、親父はね、本当に体を壊したりとか、あんまりしなかったんですけどね、最近ね。まあ、なんていうのかな、鼻水とかね、咳とかはね、結構するんですけど、あと、あくびか。うん、してたんですけど、可愛いよね、うん、普通に。普通のおっちゃんがね、なんかね、ゲホゲホとかね、ブッシューンとかやってたりとかしたらね、もう、有本さんがあれに突っ込むのがいいよね。ああいうのね、やっぱなんかね、長年なんだかね、なんていうのかな、付き合ってきた仲じゃないとそういうことできないわけですからね、もう本当にね、ああいう漫才を見るのはね、僕は好きなので、まあ、なんていうのかな、前へ進め、明るく進む、百田さん、リーダーシップを指し示す百田さんと、それをコントロールして、正しい方向に向けてですね、先見の明を持ってですね、ある程度いろんな知識だったりとか戦術を考える有本さんという感じでですね、日本保守とはすごくいい、バランスで保ってるんじゃないかなと。あと、知恵袋の河村拓司さんですね。はい。ということで以上になります。面白いと思いました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。以上です。